6月27日に最年少メンバーのラウールが20歳の誕生日を迎えたスノーマン。誕生日当日はラウールが23時よりグループのインスタグラムアカウントにてインスタライブを配信した。メンバーやスタッフにお祝いをしてもらった後、一人でカメラの前に登場したラウールだったが、その場にいたメンバーたちも合流し、改めてファンと共に特別な日を祝った。写真、ラウール。 驚異のスタイルの良さ。スノーマンはコンサートツアーの期間中、佐久間大介を中心にメンバーが盛大な温度をとる乾杯の儀式を執り行っている。この儀式をラウールの20歳の誕生日にも行いたいという話が以前よりされており、この日の配信では空の紙コップではあったもののついに実現。イヤホン等をつけて視聴しているファンに向けて音量注意をアナウンスした上で、渾身の乾杯へ。 俺たちのラウールの記念すべき二十歳の誕生日に乾杯。と佐久間が叫ぶと、メンバー全員のテンションはマックスに。中でもラウールと、親友、デアルメグロレンは、高くジャンプし一心不乱に喜びを表現していた。全員が自分のことのように喜んでいる姿は実に微笑ましかった。スノーマンのメンバーは、最年長の深沢達也が今年の5月で31歳になり、 他メンバーも30代から20代後半という年齢構成。ラウールが20歳になることを皆心待ちにしていたのだろう。これまでできなかったこと、これからできるようになること、10代から様々な才能を開花させてきたラウールにとってチャレンジの幅が広がるのは、グループにとってもプラスなことでしかない。10代のラウールがいたからこそ挑戦できたグループの表現があったのと同じように、 全員が20代、30代に突入したことで広がる表現があるはずだ。スマップや V6、国民的グループとスノーマンの共通点。ラウールが20歳を迎えたことで、ジャニーズのデビュー組全員が20歳以上になったことが一部で話題となった。確かにアイドル画面を重ねることへの価値観は、シーンの成熟とともに変化してきたように感じる。 若さや未熟さに魅力が見出されていた時代から、パフォーマンススキルやタレント力など、よりメンバー一人一人の個性が求められる時代へ。そのような変化がアイドルたちの活動期間を伸ばし、年齢を重ねることイコール別れが近づくことというイメージは今ではほとんどなくなったように思う。加えて、年齢や活動歴を重ねるほど魅力を増していった多くの先輩の活躍により、 年を重ねることはアイドルにとっても、応援するファンにとっても喜ばしいことになっている。スマップや V6 がそうだったように、年齢差のあるメンバーからなるグループが、国民的な人気を誇るアイドルとなり、長い間ファンを楽しませてきた前例がある。30代を迎えたスノーマンのメンバーたちからも、これからが楽しみ、であるということがたびたび語られており、ここから先にグループにとっての新たな、 旬が控えていることは間違いなさそうだ。